今日のヒーローは言います。今日のヒーローはあのフリーキック、あれフリーで打たされた時にスライディングを止めた俺です。みんなヒロムの PK で、あんないつも通りやそれな、わからんもいつも通り、待ってこれ誰これ今日ひどかった今日のヒーローマジ、いやもうみんなのおかげで勝てた、それだけです。はい、あれだ、あれだ、DJ ゾーン入ってんだよ、お前音楽流れて、明日も勝ちましょう。一人一人忘れて、一人一人忘れて。顔見したんですか？おえってだろ言って。女子は写真撮って。顔どうしたんですか？切ったんや。明日も頑張ります。はい。では。僕からは以上です。こちらからは、こちらからは以上です。はい。次です。点取った時の素直な感想をお願いします。ああ、まあそうですね。まあ当てるだけって言われたんですけど、まあ当てたのは僕なんで、結果僕はヒーローということで。コーナーキックを蹴ったのは松岡選手だったんですけど、松岡選手のボールは別に大して良くなかったと。いやまあ良かったですよ、良かったんですけど、まあ、当てるだけでもそれを当てたのが、まあ、僕だったっていう、まあ、ただそれだけの話です。なるほど、結果じゃあ明日の意気込みをお願いします。明日も勝って決勝トーナメント決めます。ありがとうございます。どうも TikTok で話題のあの男だよ。はい、あの皆さんなんか TikTok でなんか流したやつ、あちょっと雑音が入ったんです、ちょっとすいません、ちゃんと静かにして、一回静かにして、俺喋ってるから、ああいける、あれ TikTok で話題になってちょっと静かにして、ちょっと待って、タイムタイムちょっと止めて、一回止めて、今俺が喋ってるから、ああごめん、静かにして、分かった、うんうん、あの TikTok で話題になってる、まあいろいろあると思います、ね、でで、そうくそ今日は顔面にボールが当たってコンタクトが取れました。大丈夫ですか？はい、明日も頑張ります。はい、今日どうでしたか？最高っす。どうでしたか？まあ、良かったんじゃない？どうですか？良かったね。レンズ恐怖症の中村君に聞いてみて。最高です。うぃーいシャイーシャイーシャイー、見て見て見て、はいしゃじゃあみんなこれ顔も立って、こいつもこいつ明日18点取ります。ガチやん、ガチでやったみたいな。じゃあ誰もなく一人、誰もなく一人。今日どうでした？近い。今日どうでしたか？まあギリになったんですけど、勝ててよかったですね。ホッとしてます。次に繋がったんで、明日勝つだけですね。綺麗事言うな。その通りです。です。以上。以上です。しっかり点取って予選突破して頑張ります。で、本日どうでした？なんとか勝ちました。ですね。明日は勝つしかないんで、
頑張ります。頑張れよ、まあ、とりあえず今日勝てたんで明日勝って決勝トーナメント行きたいと思います。頑張ります。明日の競技は一周入魂、一つ一つのキックパスなどに魂を込めるます。以上です。噛んだ今、うん、噛んだ何回も噛んだ。明日の競技は一周入魂、一つ一つの、シュートやパスに魂を込めること。頑張るぞ。はい。疲れた。足首痛い。ヘンさん足首痛い。県立宇都宮白鵬高校。白鵬じゃない。いやー絶対通信やん。